全然面白くない。大丈夫ですか。では、ハードスクラッチの皆さんです。どうぞ。
サラリーマンの世界ですね、国際競争社会に飲み込まれる大変なことがそこで一つ、はあ、英語の歌でも歌ってみましょう。
ましたね。ザ・ハードスクラッチ直訳したら荒削りな番組です。では、我々日本人なんで、まあ、日本語の歌ございますが、人のカバーばっかしやってても、まあ、さっきの、ルート666、そこにも看板がありますけども、それを見てちょっと思いつきました。あの、ルイ・ジョーダンじゃなかった、誰だったかな、あれは、まあ、ナット・キング・ポールのピアノジャズナンバーだったんですね、あれって。何か言いたかったか。人の曲ばっかしやっててもしょうがないんで、今日この日のためにオリジナルナンバーを引き下げてまいりました。コンセプトはサラリーマン。私、川藤川もサラリーマンでございます。そう、仕事に。と言っても、なんか上司からいつもね、そのバカローローは貴様と叱責されてるんですけども、仕事人なのか、遊び人なのか、アリなのか、キリギリスなのか、その名前が言うなと、一匹の新種の昆虫に巡り合いました。聞いてください、アリギリス。最後の曲になってしまいます。この曲を全てのサラリーマンに捧げます。心臓の歌。
先方先生のお話とも今日はなんか素敵なステージに続きます。そのまま皆さん生きといてください。ありがとうございました。